今日のコメント、シリーズ結構深くなってきた。毎週見逃せないな。新シリーズ結構伏線とかあって見応えありますよね。見逃せないし、今見てない人も見てほしいよね。どうもハルガットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回は今後やっぱり過去からは登場するかもしれない件について話していこうと思います。では関係ないけど、最近ある曲のレコーディングに行ってきました。今後上がると思うから楽しみにしててね。なんだろう、楽しみ。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ついにハルガット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ買って使ってみてね。今後やっぱりアニポケで過去からは登場するかもしれない。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーという組織の仲間に加わり旅に出ています。先週の金曜日には第12話が放送され、その後すぐにこれまでの12話の振り返りと最新映像が公開されたんですが、最新映像ではなんとナンジャボが映っていましたよね。ナンジャボはパルレア地方の発行ジムのジムリーダーで、有名なチャンネルどんなもんじゃ TV を配信しており、パルレア地方では大人気の動画配信者です。そんなナンジャボが今後登場すると判明し、世間ではすごく話題になっているんですが、僕はちょっとこう思いました。え、ナンジャボ出るの早すぎない？と。これからのこのシリーズは最低でも2年は続くと思っているんですが、それは話数で言うと150話ぐらいになります。で、ナンジャボはさっき言ったようにパルレア地方で大人気で、現実でも実際めちゃくちゃ人気のあるキャラクターですよね。そんなナンジャボやチリのような男性女性に大人気のキャラをこの序盤で出してしまうとなると、今後他のパルレアのキャラが出てきてもそれほど盛り上がらなくなっちゃうと思います。なので正直僕はもうちょっと後になってからナンジャボとかは登場するのかなと思っていたんですが、まさかのもう登場ということで、となるとナンジャボやチリ以外に確実に新シリーズが盛り上がる展開があるからこそ、公式はこの最初の方でナンジャボを出したのかなと思いました。その盛り上がる展開とは、過去キャラの再登場です。今視聴者が気になっているのはこの新シリーズの世界線だと思うんですけど、各キャラが登場すればサトシのシリーズと同じ世界線であるということは分かりますし、サトシの再登場の可能性も上がります。まあとはいえ、公式的にサトシをすぐ出すとなると全部サトシに持っていかれてしまうためデメリットもあると思うんですが、各キャラが出るのは特にあまりデメリットはなく、むしろすごく盛り上がりますし、もしかしたら今のサトシの話とかも聞けるかもしれないので盛り上がることは間違いないですよね。新しい作画で各キャラが見れるというのも嬉しいですしね。この各キャラ再登場があるからこそ、序盤でナンジャボが登場するんじゃないかと思いました。まあ世界線が全く違う世界だったらこの可能性もなくなってしまうんですけど、僕的にこの新シリーズは世界線としてはサトシの冒険のシリーズと同じだと思っています。理由としては、同じ世界線じゃないと今後このシリーズのキャラや SV のキャラ自体が使いづらくなってしまうと思うからです。アニメ的にも前と同じ世界線の方がグッズを出したり、別の視点の特別編とかもアニメを作る時にやりやすいですよね。なので同じ世界線だけど別視点のリコとロイの冒険シリーズって感じで、サトシの旅は同時並列で進んでいるんだと思います。みんなはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じで、今後やっぱり新シリーズで各キャラは登場するかもしれない件についてでした。ちょっとロールスターチャンネル登録よしこうござん、よろしくお願いします。ではまた次回ね。せーの、グッディー。